てえな。誰ですか？おはよう、ルカ。俺ルカ来てるはずなんだけど。いないよ。俺ルカが来てるって電話したんだって。いないって。誰よ？負けてよ。別にいいけど。何？おはよう言ってきたんだけど、電話来たんだけど。誰？まず。じゃあルカ。で？NHK の。ないんだけど。それ電話から見ていい？なんで？どこ来たんだって、こう言って。なんで分かった場所。うちのいるでしょ。いないって。いるでしょ。なんで分かった。そこだけや。なんでいるで。なんでなんでそれで。なんでなんでなんだそれで。中にいるでしょ。なんだなんだ電話来たんだって。無限だけのやつしないで、俺にしたし。やめて。でも俺の部下いるでしょ。いないっつってんじゃん。部下関係してるのやばいよ、ほんとに。何がいないっつってんじゃん。見せてるぞ。ディチチマジでもさ、ダメってお前。見せろ、おい。お前に邪魔したのか。先にやった。俺も見せろ。テダさんがお前に見せろ。お前見せろ。見せろ。裏のせいだろ、ほら。なあ。裏のせいだろ。うちの部下。うちの部下がいるんだよ。事務所送ってんのか。あ？事務所の送ってんのか。何してんの？それは分かるんですけど。ねえ。天下何してんのお前。何してんのお前。はい。ね。何してんのお前、先輩。何してんの。え、なんか NHK、なんか来たよ、お前。ん ?NHK 前来たよ。何 ?NHK 前来たよ。覚えてる？動画で来たやつ。うん。なんか部下らしいんだが。もしもし、一旦ちょっと待ってもらっていいですか。ごめんなさい。かけましていいですか。なんか NHK の部下らしくてさ。で、俺、一人で対応しとったじゃん、あの時。誰だ。俺家にいないし、その時分かんない。はい。それなんか、お前がいない時か、なんか NHK 来たんだって。NHK みたいな、NHK の詐欺。詐欺ね。そう、詐欺で。あれだよ。動画っていうか、1個目の動画見たけど。あ、そうそうそう。そいつ、その、上司。な、何来てんじゃん。なんか、さらっちまうぞ、つって。NHK? じゃない。詐欺師。ちょっと、どういうこと、どういうこと。詐欺師。動画に映った人じゃない人の部下。だから髪色違うもんね。うん。めちゃくちゃどんどんピンポされて。ん？なんかめちゃくちゃピンポンとかめちゃくちゃされとって、その後どうもパン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 とか叩かれて、でなんか、で対応して俺が出て、あーっつって。で出て、なんかこいつが出てきて、なんか部下返せてどうだろうこうだろうみたいな言い始めて。俺は部下から連絡したから、ここにいるって言ってね。で、話聞いた内容見ると、事務所に連れてくか家に、なんか家で話すかみたいな感じの内容だったから、そのまま来て、それで話し合おうかなと思って。家にいるの？いないよ。まあ普通に、何歳ですか？あなた。22歳です。22歳ですか？はい。わかりますよね？やっていいことじゃないけど。そうですね。そうですよね。ドア叩いたりとか、ね、夜中に訪問してきたりとか、できないことですね。お口なんで。あ、うちはなんか監禁されてる感じか、事務所に連れてかれる感じかで。いないよ。いないって言ってる。見てないんで。そうなんですか。
いねえっつっとるで。なんだお前、さっきから。見せてください。何がしたいのお前、結局。まずは謝罪しようかなと思ったんですけど、その前に部下の安全も大事だし、もちろん部下のことも考えないといけないんですよ。謝罪も兼ねて部下も助けないといけないんですよ。おいピンク、あのさ、何安全って、こっちが被害食らっとんだで。上司なの？そう、上司でなんか来たらしいんだって。なんか助けに来たらしいんよ。ただ頭のおかしい人間しか見えないよね。だからなんか電話では、なんか電話した後はなんか、お前がやったことだから一人でケツ拭けよって。何してんの？取り出しに行きました。いないです。いないです。事務所ですか？いねっつっとる。逃げたっつっとる。何？逃げたっつっとるか。今どこに行ってたんすか？動画見りゃいいやん、逃げたんだから。髪自分で染めたの？はい、髪自分で染めました。気持ち悪い。かっこいいね。ありがとうございます。で、何？いないけど。いないけどどうすんの？しかもさ、時間考えて。あ、そうです。なっちゃってたの、普通に。うちの部が予約してたんですか？知らねえよ。なんでお前さ、ジャケットの上さ、下お前ピンクみたいなシャツ着てんの？うちに来たんですよ。この服装で事務所で作業してたんで、部下から連絡があって連れてかれるとか言われたんで。わかんねえよ。来てることは知っとるし、こいつも逃げたってことも知ってるし、多分ね、わからんけど。俺は偶然多分外で鉢合わせしとるかもしれんし、俺は合わんかった。なんか足引きずっとるバカみたいなやつ。俺は分からん、どう逃げたか知らんけど。もう階段から逃げてった。階段やったら俺だってない。そういうエレベーター、うん、いないもん。ないよ、見るじゃん。あ、どうぞ。見たことない。いいですか？ちょ、待って、まあ、出てきたもんがあるだろ。何ですか？出てきたもんがあるだろ。うちの方がいるかもしれないですよ。いるとかじゃなくて、まず俺の家だよね。俺が先に入ってどうぞって言って上がるじゃない。なんでお前自分の家みたいな話してんの？あ、じゃあ先に行きましょう。見せてください。せやありますね。どうぞ。アイスかせてあがって。どうぞ。失礼します。いないでしょうか？何や、つぶやくないんだし。分からん。あ、でもダメ。え、なんだめ。妹ネットから。おっせえな、チンタラチンタラしやがって。お前はせえ。ごまくらい閉めろ。なんでごまくらいじゃないの？妹ネットんだって。本当？ああ。本当に？ああ。じゃあな。な、当たり前でしょ、女だよ。バカな、お前。知らん男をさ、あげといてさ。つうか、詐欺師でしょ。グループでやってんだろ、ガキみたいな。ああ、俺たちやんて。あ、そうですね、指示出したの、そんなに邪魔ですけど。僕の家ですけど。うん、で、だから、じゃあ別にさらわれたと思うんだったら警察でも呼べばいいんじゃないですか？それはちょっと、嫌ですね。まあ警察呼べないよね。うん。てめえやってることはやってることだからね。とりあえず、まあ確認してもらったんで、時間も時間近いと思っていいですか？僕らも予定あるんで。わかりました。何、お前どういうこと？何ですか？動画待ってんだよ。いや、ここに来たね、ちょっと邪魔だったですよ。見えないところ押してんじゃねえよ。さあ、お前さ、てか、お前部下と全く同じことやんだね。上司がそういうことやってるから部下もやるんだ。いや、それは別に、ここからでいいじゃないですか。自分で勝ってるし。たまかしい人間しか見えないの。しかも、なんでお前サングラス上にやってんの？あ、入ってんだ、それ。いや、別に、家の敷地じゃないですよ。は？家の敷地じゃないじゃないですか。ちょっと見せてんねん、今。お前、どうしますか？外したらいいやん。なんでわざわざこいつしてんの？いや、じゃあ入らなかったほうがいいですか？じゃあ入らなかったほうがいいよ。え、なんなのこいつ。どうするこれ。もうめんどくさいよ、普通に。え、帰ればいいですか？帰れっつってんだろ、さっきから。どうしよう。お前さ、ちょっと待てよ。お前、ちょっと出てこい。お前ちょっと出とこ。何？金面とかしてるやろ。なあ、手出すな。なあ、金面って書いてあるやろ。まあ、さっきのお返しな。引っ張られてるでしょ。すいません、手出したのは今ダメ。なあ。
これさっきやられてるからな。普通に、あ、常識に良くないかなって。いや、なんかさ、不思議なんだけど、え、部下じゃないこっちが。俺はそう思う。お前に見せてもらった動画の方が。俺は思うよ。頭よ、そういう。何なの？何お前？何やってんのこれ？ねえ。話せよ。何やってんの？話せよ。あ？何やってんの？あ？何やってんの？おい、何だお前？やめてよ、その。あ？やめてよ、その。お前だろ。お前、これで二人だぞ。二人に手出したのか。蹴ってないの？聞きましたよ。そちらの話っていい？何ですか？そちらの話は、部下って、馬鹿にしてたじゃないですか。何ですか？馬鹿にしてる方がいいんじゃないですか？誰が部下ですか？あなたの部下も同じこと言ってましたよ。まあ、俺も教えてるんで、ね。自分でね、コミでね、一番推奨してきたけど、こいつは聞いたけど。お前、だってお前でしょ？部下。まあ、似てるようになっちゃいますよね。何が？日本語おかしいよ。なんでそこ立ってるんですか？帰ればいいじゃん。でさ、長いこと動画撮影できないの。なんで、実は上げないでしょ。なんでここに分かる。だからさ、つかみ残ったりしてるよね、動画撮影。隣の人にどんどん、ねえよって。あれうるさいんだよな、さ、うるさい。あれうるさいって言ったの。見てみだろ。わかるぞ、ここ。警察連れてきてるんだよ。なんで？待って。